日本最北端の地、宗谷岬でございます。門別、北見とかあの辺まで逃げ切りたいと思います。13度なんや、寒いと思った。北海道の森は深く敵は多い。何かわからん、眩しすぎる。北海道のポテンシャルやばいな。日本最北端でございます。寒いわ。宗谷岬公園。公園内は一応。はい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 。はい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 。なんかいっぱいあるやん。祈りの鐘とか。どうしよう。やめとく？龍馬じゃない。誰これ？間宮林蔵。宗谷岬やな。宗谷岬やわ。寒い。日本最北端の地、宗谷岬でございます。ここが最北端なのか。ここじゃないもんね、この後ろ側よね、正確には。お、だからこの人たち賢いな。俺みたいな一流になるとここまで来るから。でもここから先はね、リスクが先行するから行かない俺は。はい、じゃあ俺今一番北にいます。鹿児島で終わりだ。そうですね、一周してる途中なんで。沖縄はバイクアクセス悪いって聞いてて。じゃあ行きます。この寒さはなんとかなるんですけど、35度はどうにもならないし。でも走ってたら風が気持ちよくない。全然気持ちよくない。やばいっすあれ。罰ゲームかなんかで言ってんの。そう見えるでしょ。なんでやってんすか。じゃあご褒美ゲームよ。そうですか。じゃあキャンピングカーに急いで戻りましょう。私の2000キロほど運転する。ああ、また高そうなやつ乗ってますね。これは安いっすね。まだいろんな人いるもんですね、やっぱこの辺は。いますよ。私なんかもう免許をね、運転するのやめろってやつ、77歳だったら。ほぼ無免みたいなもんですね。だからまだね、運転したいの。全部自動だから、あれ。今日航空自衛隊最初。視力いいんですか、やっぱり。2.5 だった。いいですね。頭悪いけど。でも1個優れてるところがあれば十分ですよね。はい、宗谷岬終了ということで、最北の地、達成しました。7月4日17時4分か。宗谷岬は後にしよう。ありがとうありがとう。宗谷岬自体はなんてことないんやけど、宗谷岬に来てる人たちは濃いな。あれ、まともな神経してたらこんなとこ来ないから、やっぱり変な人が多くて面白い。次、いろいろ考えたんやけど、やっぱりゲストハウスガコッパまで逃げます。2時間58分と Google は申しておりますが、2時間58分やから多分ね、到着が8時、休まず行っても8時やね。でもやるしかないかな。宗谷岬周辺でうだうだしててもしょうがないんで、もう今日のうちに逃げる。今からね、北海道の右側、右上の方の滑り台みたいなところを降りていくんやけど、その辺でもうマジでなんもないねん。だからもう最悪日暮れてもいいかなと。今日はそこを下って、さあ、あのゲストハウスガコッパ北見の方、門別北見とかあの辺まで逃げ切りたいと思います。寒い寒いけど、南下すれば暖かくなるはず。あれやな、 ZZR1400 は完全に伏せてしまうと全然風が当たらないから楽やな。普通の姿勢で運転するとむっちゃ寒いんやけど、今伏せてんねんけど風が全然当たらん。横風も半端ないんやけど、全然影響を感じない。やっぱすごいな、 ZZR1400 よくできてる。寒すぎる。寒い。天気も良くない。バス停ありがてえ。ここで一夜を明かせるな。残り1時間51分。しんどい。寒すぎる。ああ、13度なんや。寒いと思った。最低11度や。やばいな。きっつ、ここ。これほんまきつい。これほんまきつい。でも行かない、宿がない。高くてもいいから宿取ろうと思ったけど、宿自体がマジでない。きつい。1時間50分、8時やな。急ごう。ここあかんわ、やっぱり。もうなんなん、あのあれやで。だってさ、俺宗谷岬いた時間多分15分満たないぐらいやけどさ、その宗谷岬を攻略するためだけにこんな辛い思いをさ、昨日今日としてさ、往復700キロ走ってるわけよ。頭おかしいよね、この人。頭おかしい人だ。旅人って基本的に頭おかしい人しかいないから、絶対に仲良くしちゃダメ。これあかんわ、もうもうあかんわ。もうほんま寒い。バカじゃないの。はい、行きましょう。今日って空いてたりしますかね。今日はね、満室なんですよ。今日って空いてたりしますかね。いっぱいなんです。こちらはソフトバンクです。満室なんですけども。ああ、そうですか、わかりました。ありがとうございます。はい、ダメか。
まさかホテルが全て空いていないなんて誰が予想できたでしょう。北海道の森は深く敵は多い。クマ、シカ、キツネも侮ることはできません。宗谷岬に完全にやられた。もうね、これはきつい。やっぱりね、宗谷岬はね、難易度高すぎ。ゲストハウスガコッポへ向かってるところではあるんやけど、この山道をこれから30キロ進まないといけない。これは怖い。見えない、見えないし、夜はね、クマが結構活発に活動する時間帯らしいです。基本的には出てきても俺は見なかったことにしてスルーするつもりではあるけど、ヘルメット越しに目が合ってしまったら戦わざるを得ないでしょう。山の中を太陽が出てない時間帯に走行するっていう不慮の事態はね、絶対に避けたかったんやけど、ついに訪れたね。何かわからん、眩しすぎる。ああ、さすがに眩しすぎるやろ。見えねえよ。街灯もないから、例えば俺がこのバイクの電気を消すと、はい、こんな感じ。やばすぎるやろ。全身全霊でさ、大自然を感じれるのがバイクのいいところではあるけど、これ良くも悪くもってところよね。これは感じたくないやつやわ。動物ってね、もしいたらライトを当たると目が反射して、でこっちに目だけ見えるっていう感じになるから、多分今ハイビームにしてるから何かいたらすぐ分かるでしょう。奈良公園とかもね、鹿夜どこ行ってんのかなって思うけどね、あれ実は別にどっかに収納されてるわけでもなくて、そのまま外おんねん。だから奈良公園夜歩いて暗い森の方向をスマホのフラッシュとかで照らしてみると、フラッシュの光に反射して無数の目がこっちを見てることが分かるわ。何かいたらまあまあすぐ気づけるとは思う。すげえ、山深くに来たはずやのに市街地が広がってる。信じられん。北海道のポテンシャルやばいな、マジで。どこにでも人住んでんな。はい、ゲストハウスがコッポまで残り4分ということで、まあでもね、こういうところだからこそ中の質を良くしてリピートしてもらわないと続かないから。つまり存続してるということはリピーターがいるということで、質がいいと、それか潰れる直前のどっちか。ああ、キツネはまた、ほら、はい、キツネちゃん、もういいです。キツネはあれ、ちょっとおしゃれな感じじゃないですか。あれ、俺もっとなんかボロボロの学校を改装しただけの施設かと思ってたけど、あら、パッと見素敵やん。我々一生懸命探しました。見つかりましたよ。到着。昨日今日合わせて501キロ。初心者ライダーなら途中で死んでる距離を走り切ったな。とりあえず無事で、ありがとうございます。何よりやつ。これなんかバーっていうか飲みどころで、もっと家庭科室、理科室、うわ、すごいっすね、これ。このお皿、どういろんなイベントもやったりしてて、せっかく空いてるから個室で使ってもらったらいいか。 YouTube とか見せても大丈夫ですか。でもまあ全然床もこれ当時あ、そうなんですか。なんかピッカピカなんで張り替えたんかなと思ったんですけど、ワックス掛けを少年たちがしてたんですね。すごい綺麗ですね。これもあの裏の体育館の床材、これ洗濯機、うわ、乾燥機もあるんですか。トイレすごい綺麗ですね。ウォシュレットもついてるんですね。一応これもあの僕は狩猟するんで、狩猟のあの鹿角でこうペーパーホルダーしたりとか。やばい、広めの一人用頑張れば二人って感じですね、うん、最後この村に移住決めたのって、うん、ほんとこの水道水で決めたの。普通に飲める水道水がこんなに安くてうまいならここでいいと思ったんですよね、うん。